横網町公園は、東京都墨田区横網にある、東京都立の公園である。東京都慰霊堂や、復興記念館があるところとして知られている。帝都大震災画報より、被服廠跡地を襲う火災旋風を描いた図関東大震災直後。被服廠の敷地を埋める避難民の遺体あたり公園はもともと陸軍被服本廠があったところであったが1922年に赤羽に移転し、東京市が買収し公園として整備したものである。工事は1923年7月から始まったが、その最中の9月1日に関東大震災が起きた。直後、周辺の下町一帯から多くの人がこの造成中の公園を絶好の避難場所とみなして集まったが、16時頃、地震で発生した火災による熱風が人々を襲った。避難の際に持ち出した家財道具に火が移り、さらに巨大な火災旋風が発生。人は、愚か荷物や馬車までも巻き上げ、炎の中に飲み込んでいった。結果、横網町公園に避難した人だけで38,000人が犠牲になったという。震災後、その38,000人の遺体はその場で火葬され、3メートルの高さになるほどの大量の遺骨は、その場に急遽作られた仮設の慰霊堂に収容された。納骨堂や慰霊堂は建築家伊藤忠太が設計することとなり、1930年に完成。納骨堂には犠牲者58,000人の遺骨を納められた。数十個の大瓶に移された遺骨は堂内に安置された。また横網町公園自体も1930年9月1日に開園した。翌1931年には当公園内に関東大震災の惨劇とそこからの復興を後世に伝えるため復興記念館が完成した。しかし、1945年、東京は第二次世界大戦により再び焦土と化し、多くの犠牲者が出た。特に3月10日の東京大空襲では多くの犠牲者が出た。東横網町公園をはじめ、多くの公園に犠牲者が仮埋葬されていた。その後、第二次世界大戦で、身元不明の遺骨などを当公園にある納骨堂を拡張し、震災記念堂に合祀されることになった。そして1951年に、東京都慰霊堂と改称され、現在に至っている。他には、関東大震災の際に、朝鮮系の住民が、震災に乗じて、略奪や襲撃を起こしているという情報が流れたため、一部の、朝鮮人が混乱下の避難民により殺害され、それを追悼する石碑や、東京空襲犠牲者を追悼し、平和を記念する石踏みなどがあり、横網町公園は、関東大震災と第二次世界大戦のメモリアルパークとしての要素が強い公園となっている。ありがとうございます。